女子大生の A さんが体験したらしいですね、はい、聞いたんですけど A さんがね、うん初めての一人暮らしですよ、大学生になって。キュンキュンしますよ ね、 そうですよね。親がね心配だからっていうので、うん、オートロックのね、あ、まあ、まあまあ、あの、うん、女性が借りやすいような、はい、住みやすいようなところをあてがってもらったんですって、はい、で大学にね、通うわけですから、うん一人暮らしで、まあ、楽しいですよね、うん、でやっぱりねこう初めての一人暮らしをするわけやから、うんまあ、テンション上がってね友達とかを呼んでねワイワイそらいいあるでしょ。そしてお酒も初めて ね飲み始めるかもしれないしさ、ね、20歳超えたら、うん、まあそれやるでしょう、うん、で、まあ、そんな時ですよ引っ越ししてねしばらくしてからちょっと気づいたことがあってね、うん、夜中寝てるでしょ、うん、夜中寝てたら、うん、なんかの音がね気になって目覚めるんですって。なんかの音、なんかの音、うん、よう耳を立ててねこう聞き立てて聞いてると、うんピチャン、はい、ピチャン、まあまあ、まあ、水滴の音どっかから、うん、垂れてる音、うん、でそのピチャンっていう音がね、うんまあ、その寝てる寝室から、うんまあ、水回りの、ね、多い風呂場とか、うん、そのトイレとか、うん、多少離れてるからそんなピチャンっていう音が、うん、なんで聞こえるの、うん、はっきり聞こえるのおかしいなと思う、まあ、でピチャン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 、ちょっと大きくなってくるんです。でもまあ、ね、何日かはね気にせずにねその寝とったらしいんですけど、はい、ある時ねピチャピチャが結構大きくなってきて、ああと思ってもう、うん、気になってね、うん、そのピチャピチャの音ずっと聞いてると寝れないじゃないですか。まあまあすごい気になってね、うん、気になった時に、ね、何これと思って、うん、で水回りの方行ったんですって、はい、洗面所とその風呂場の方にね、うん、で行ってちょっとね気づいたことがあって、うん、夜中にね上の階の人が洗濯機をね使うと、はい、その洗濯し終わった後に、はい、多少そのね、うん、水の音がするんですって、はいはいはい、でその気になった時もこう見に行ってね上の方から音がするな、うーん、あーなるほど洗濯機だと思って、はい、上の階の人が洗濯したから、まあ、この音が聞こえるなんて勝手にね自分の中でもう納得して、うん、なるほど、で戻ってねまた寝とったんですって、うんうん、でもねそっからね結構な頻度で、うん、今までだったらまあ何日か大きいんだったのに、うん、もう頻繁にピチャッピチャッっていう音がね、うん、結構続くんですって、うん、でもう音もねそこそこ大きくなってきて、うん、でももうおかしいなと思いながら暮らしてるらしいんです、うん、である時に男友達含めてね、はい、みんなでワイワイね、はい、パーティー的なことは、まあまあね、家でちょっとやった時があったんです。しし、うんうん、で、ね、ピザとかデリバリーして頼んで、はい、一緒にやっとって、うん、でね一人ね女の子が、うん様子がおかしいと、うん、なんかね、うん、みんなでワイワイしてんのに一、うん、人だけ女性がね、うん、女子がねキョロキョロしてるんです、うん、でどうしたの、いやちょっとねなんか疲れてんのかな、ちょっと気持ち悪かったりするんだよみたいなこと言うんですって、うん、でちょっと私ちょっと体調悪いから今日帰るねって一人こんな友達帰ったんです。帰るんかい、うん、で、ね、次の日大学でね、うんその子いたんで、うん、大丈夫だった昨日、うんうん、そしたらその友人 B さんとします。 B さんが A ちゃんにね A さんに向かってさ嫌いにならないでねって言うんですって。はい、何急に、何昨日私帰ったじゃん、帰った、うん、あれの理由今から言うけど嫌いにならないでって、でその前振り何で、うん、何っていや、じゃあちょっと話す前に私ちょっと確かめたいから一緒に今日家行って私泊まっていいって言うんですって。うん、うん、いいよいいけど何って、うんね、だからその B さん的にはその何があったかを言うと A さんがすごく怖がってしまうから、うん、だから私が一緒に行って本当にそうだったのかを確かめたいっていうことで家に一緒に来たんですって。で B さんそういうものの2人だと怖いと、だから男友達をねまた呼んで、でちょっとその昨日と同じような状況にしてみたんです、うんうんうん、はいはい、
でそのねあのワイワイね、みんなでピザ食べながら、うん、でこうねあのテレビ見つつワイワイしてて、うん、でちょっとね男友達がその後バイトあるからっていうので、うん、ちょっと2時間ぐらいで、うん、帰っちゃった帰っちゃったとあららで結局2人になっちゃったねってなって、うん、でまあまあで何なのって言って今日泊まりに来て、はい、その金理由みたいなこと言うけど、うん、ちょっと待って来たって言うんですって何何何何怖いんだけどっつって、うん、シッってするんですって、うん、シッて、うん、あ大丈夫って言うんですめっちゃ怖いです全然大丈夫じゃねえなめちゃくちゃ怖いしはでいやもう何なの今の間はってあのねっつって本当に気合にならないでって念押しするんですねまた何なのあのねっつってあのワイワイしててその昨日も、はい、さっきも今のね、はい、この状況もそうなんだけどっつって、うん、あっちの、 あの玄関の方から、うん、水滴ピチャッピチャッっていう音が、うん、だんだんこっちのリビングの方に入ってくるのって、うんうん、であの私今確実に分かったのが、うん、あのピチャッピチャッっていうね、うん、こう音は、うん、音の正体っていうのは、うん、水死体水にねこうびちゃびちゃになってそのちょっとね水死体ってちょっと膨れるっていうじゃないですか、はい、こういう、はい、もう見た目で水死体っていうじゃないですか、はいはいはい、その水で亡くなった人が、うん、ピチャッピチャッっていうこの水を滴らせながら、はい、その玄関の方から入ってきて、なんでリビングを一周してまた戻ってったんですって怖っでそれが見えたのっつって、うん、で昨日も私はそのピチャピチャって音が気になってたから、はいはい、こうキョロキョロしてたんだって、うんうん、である時間になってパッて向こう見てみたらその玄関の方からスーってそのね閉まってるんですってその仕切りとしてドアが閉まってるんですけど、うんうんうん、そのドアをすり抜けてピチャピチャピチャっと入ってきて一周して戻ってったとで今日もそれを私見ちゃったから、うん、これは確実だと思うって、うん、でちょっといいって言って、うん、その A さんをね連れて玄関の方に行ったんですって、うん、これだって言うんですってで指さすんですってああその指さしたところにあったものっていうのが、うん A さんがね、うん、その高校卒業して大学に入る前の春休み期間に卒業旅行として沖縄旅行したらしいんです、はい、で沖縄旅行した時に、うん、あのビーチに落ちてる貝殻を瓶に持ってきててでそれを詰めて、うん、その玄関のところに置いてあったんですってでこれだよって言ってて、はいはい、いやいやいやそんなわけないじゃんっつってただの貝殻でしょだって見てみなよっつってパンってその瓶開けたら、うん、瓶の下が黒カビでブッって噛んだらけやったし怖いねほらこれおかしくないっつって、うん、こんなカビることある急にっつって、はい、でその2人はね、うん、朝ちょっと神社に相談しに行こうっつって、うんうんうん、で B ちゃんはもともとそういうのを、うん、見てしまうタイプの人だったんで、うん一緒にね、うん、その近所の氏神様にちょっと祀ってある神社にね、うん、相談しに行ってこうこうこうでこういうことがあったんですけどっていうことを言うたらそこの神主さんがなるほどねっていうので話理解してくれて、うん、あこれはっつってもう本当に海とか、うん、山で、うん川とか、うん、そういう神様が、うんまあ、いるような神聖な場所っていうのは、うんうん、神様がいると同時に、うん、やっぱりその亡くなった方たちの念がそこにこもってるから、うん、そこにあるものを不用意に持って帰るのは良くないんですよ、うん、逆にちょっと怒られたんです、うん、なるほどだからおそらくなんですけど、うん、その A ちゃんが持ってきてた貝殻っていうのは、うん、その近くで亡くなった方が、はい、多分その貝殻の周りで多分ね亡くなってでそこに念みたいなものが多分入ってるけどそれをまあねこっちに持って帰ってこられたもんでここはどこ的なのでさまよってしまってるんだね、うん、でこれはもう私のこの神社の方で預かりますのでって言っていただいてその日から水滴の音はしなくなったらしいですよこのね不用意に思い出と称して、うん
まあ、何かね、持ち帰るっていうこと、旅先とかから、ね、あるじゃないですか。いや全然ありますよ。皆さんね、絶対あると思うんです。でも特に海、川、山、はい、そういうところで、おっしゃる、うん、意思とかが良くないんですって。あ、やっぱりね、意思は聞きますね。本当にそれはよく聞きますね。だからそういうのね、気をつけた方がいいんじゃないかっていうね、話なんですけども。知り合いのね、はい、お兄ちゃんが体験した話をちょっと聞かせてもらって、うん、ぜひぜひ、じゃあよろしくお願いします。まあ、A さんとしてきますね、はい、で A さんなんですけども、うん、中学ぐらいかな、中3って言ってたかな、うん、中3の時に、うん、まあ、仲間数人とね、はい、ちょっと、まあ、背伸びして、うん、ちょっとやんちゃぶるみたいな、ね、まあ、わかります。感じだったんですって。若い頃特にね。はいはいはい。で、よう溜まってた場所があって、うん、地元のね、路地というか、ちょっとなんか抜け道みたいなところに、うん、ね、あ、抜け道みたいになってるところがあって、うんうん、で、遊歩道的な感じの、完全に遊歩道ではないですけど、なんかもともと小さい川を埋め立てて、はい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 、で、そこを道にして、で、公園まで行かないんですよ。その、なんか通り道なんで、ベンチがあって、みたいな、はいはい。で、植木がこう植えられてて、うん。まあまあ、でも学生はね、たまに喋ったりとか。よくたまり場にできるみたいな感じのところでね、おったらしいんです、うん。で、そこでね、まあ、することっつったらね、まあ、友達と集まって隠れてタバコ吸うとかね。まあ、そうだね。たまって喋るぐらいのね、はい、感じですよ。で、A 君がね、うん、そこで、たまたま、その日は、早めに来ちゃったらしいんです、その溜まり場に。うん、なるほど。で、することないから、うん、とりあえず、タバコを吸って、うん、友達待とうとしててね。で、ベンチに座って、タバコにね、火をつけたわけですよ。うん、そしたらね、おいって声かけられて、あえと思って、うん、隣見たらね、うん、ホームレスの方なんですね。おいっつって。何と思って、うん、で別にね、悪いわけではないですから、その A 君も一、はい、人じゃ何もできないんですよ。うん、調子乗れるわけでもないし、まあ、ちょっと逆にびっくりしてしまった、はいはい、ちょっと怖いしようかなみたいな、うん、ちょっと何ですかみたいな感じで言ったら、さあんちゃんさ、ちょっと火貸しよみたいな感じで喋りかけてきたんです。タバコ。で、そのホームレスの方は、拾いタバコをしてね。ああ、敷物落ちてるやつを。落ちて、それにライターがないから、はいはいはい、ちょっと火貸してよと。でも火つけてあげてね。で、こう吸ってて。で、ああ、ホームレスやなと思って、別に会話もないんですよ。ホームレスやなと思いながら見てて、何やろうなと思って、俺何してんねやろと思いながらね。でもなんで横で住んだのみたいな、ね。なんやろうなと思いながら、場所なんかわかんない。ぼーっとしてたんですって、うん、したらね、友達がバッて来て、はいはい、おいおいおいっつって、うん、何してんだよお前、うん、って言われたんです。いや、うん、何してんだよって見たらわかるやろっつって、うん、絡まれてんだよっつって、うんうん、こっちにね向いて顔こういう風にして、うん、わかるだろうみたいな感じだったらホームレスいないんですって。えいやいや、おいってなんかそっち見ろみたいな感じしたけど、うん、いや お前一人だったよ俺っつって、うん、遠くから見てたら、お前一人でなんか目つぶってなんか首横に振ってうーんとかなんかうなずいたりしてたけど、っつって、うんうん、みたいになって、うん、なんで消えたん急にと思って、うんうん、でもその日はね、はい、それぐらいしか起きずに、うん、でそのたまり場にたまにこう集まってね、うん、まあ、みんなで喋ってるぐらい、たまにそのホームレスね、うん、たまに見かけたんですよ、うろうろしてる。でもそれ以来向こうから何もアクションを起こしてこずに、うん、なんかねこうごさごさガサゴサしながら、うん、その辺をちょっとうろうろしてるような感じだったんです、うん、はい。まあでも、ここを、まあ、ねじろうとしている方なんだ、まあまあね、方なんだっていう認識なだけです。うんうんうん、で、そっから、まあ、何ヶ月も経ったら、いよいよね、高校受験が迫ってくるわけなんですよ。中3なんで。はい。で、A 君っていうのね、めちゃくちゃ運動神経良くて、うん、一人だけね、仲間たちは高校の受験があるから、勉強せなダメなんですけど、うん、スポーツ推薦で、そうですね、サッカーがね、うんうんうん、めちゃくちゃ上手くて、で、サッカーの推薦で高校がもうほぼ決まるから、あ、まあ勉強しなくていいと。まあそうでしょう。でも、ね、暇やし。うん、で、一人なんですけど、うん、のベンチに来てね、はいはい、
タバコ吸うみたいな。友達はね、勉強してる、ね、勉強してるから。時間作れないから、ね。でね、その日も、一人でベンチに座ってね、うん、こう、タバコにね、火つけたわけですよ。うんうん、そしたら、おい来た。隣見たら、うん、そのホームレスいるし、うん。で、おいっつって、うん、で、なんすかみたいな、うん。でも、その日、A 君は、一人やから。うん、友達が来えへんから、ちょっと喋ってみよう。別にいいかな、みたいな、うん。ちょっと会話していいか、はい、で、その日にね、うん、ちょうど A 君、これから高校入ってサッカーせなあかんから。うん、だから、もうタバコをやめようと思ってたんです、はい、で、結構10本ぐらい、ね、うん、あるタバコ、もうホームレスの人に、うん、これあげますよ、つって、うん。もう今日で僕、やめないといけないんで、うんうん、あげますよ、つって、あげたんですって。ありがとうみたいになって、ありがとうなみたいになってて。で、なんか、お礼しないといけないなみたいなこと言うんですって。いやいや、お礼って。何を持ってるんだって思うじゃないですか。いいっす、いいっすよ、つって。別に、ね、気にしないでくださいよ、つって。いや、でもな、お礼なんかしてんだけどな、でもな、俺がお礼しちゃうとあれなんだよなみたいなの言うんですって。うん、何ね、お礼すると何ですかつ、うん、何を言ってるのか分からへんし、うん、内容もちょっと気持ち悪いし、うん、いい気にしなくていいですつって、あでもねつって、なんかもしお礼してくれるんならあれですよつって、俺これからサッカー選手目指してるんですよつって、うん、サッカーでね、サッカー上手くなってすげえモテたいんですよみたいなこと言ったんですって、すげえチヤホヤされたいんですよ、うん、みたいなことをね、はいはい、うん、思ってることを言ってみたんですって、うわそうなんだみたいな感じで、うん、でもなみたいな言ってんですよ、でもなってなんやねんと思いながらいや願っててくださいってことですね、それでいいじゃない、でももう全然話成立せえへんから、うん、とりあえずじゃあ俺行きますねって言ったんです、うんうん、でそっから、うん、高校入って、はい、なんやったら大学までサッカーでね、うん、順調に行ったんだ、うん、高校もね、全国まで行けなかったですけど、はい、結構ええとこまで行って、でそのまま推薦でね大学も、大学もでサッカーで、まあ、モテるわけですよ、まあまあそうでしょ、サッカーでチヤホヤされて、モテたわけなんですよ、はいはい、で大学在学中にね、うん、まあそのプロのサッカー選手までこう自分は考えたんですけど、うん、すごく大好きな彼女ができまして、はい、で子供生まれちゃったんですって、だからもう子供が生まれたから、はい、もうプロを目指してちょっとそのなんていうんですか、超一流までなれないという自信はね、ちょっと持てなかったです、まあね、うん、そこまでできないってたんで自分の、うん、だからもうサッカー足洗ってでちゃんと働いて家族のためにやろうと思った時に思い出したんです、うん、その話を、うん、あこれってもしかして、うん、あのホームレスの人がなんか言ってたなみたいな、そのお礼をしてあげると、うん、お礼をしてあげるけどでもなみたいなこと言ってたじゃないですか、うん、だから勝手にね、うん、あの A さんは深読みして、うん、その願いを叶えてあげるけど、うん、まあまあ、願いを叶えたら、その引き換えに何かみたいな、なんか勝手にね、考えてもらった、うん、これはもしかしたら、サッカーでチヤホヤされたいみたいなね、はい、ことを言ってたじゃないですか。はい、確かに思ってたし。うん、だから、高校も順調にサッカーで行って、うん、で、大学まで行けて、はい、サッカーでモテて、うん、することはね、で達成したのね。達成したけど、その分サッカーを奪われたと。うん、奪われたっていうか、まあ、自分からね。続けることをね。そうそう、できなくなったと。うん、ああ、もしかしたら、ホームレスが言ってた、うん、なんか適当なことって、はいはい、俺らじゃねえのみたいな感じでね、はいはいはい、ちょっと考えてたんですって。で、そっからまた時を経て、はい、でね、いろいろこう転職をしたんですけど、うん、ちょっとお金もいいっていうことで、とび職に転職したんですね。うん、ほほほほ、で、とび職に転職した時に、不運なことに落下事故を起こしそうで、あ、そうなんだ。左足ぐちゃぐちゃに骨折になったんです。で、歩けはするんですけど、うん、もうなんていうんですか、激しい運動はできないみたいな感じで、うん、で、その A さん、利き足が左足やったんですよ。あ、そうなんだ。で、そこでまた、ホームレスが言ってたことを再度思い出したんですって。なるほどね。あ、これ、あの時に子供ができて、サッカーをやめたのはたまたま自分の意思であって、これもしかすると、あのまま頑張ってれば、俺はプロのサッカー選手になって、
って、うん、プロのサッカー選手になったけど、うん、利き足である左足を失って、うん、まあその願いは叶ったけど、うん、何か大事なものを奪われるみたいな、何かの代償として、うん、そうそう代償として奪われ、これ俺もしかしたら判断間違えたんじゃねえのみたいなことを考え出したんです。はいはいはい。でこれめちゃくちゃ面白いなと思ってこの話、うんうん、でそのね、俺の知り合いのやつと2人で喋ってて、うん、行き着いた答えが貧乏神やったんちゃうかっつって、あ怖い話というよりもおかしくないですか、うん、そのたまたまね、はいはいはい、タバコあげてなんかね喋ったことがきっかけで、うん、で言ってた喋りって、うん、内容って願いをあれだ俺しないといけねえなみたいな、でも俺がやるとなみたいな、俺がな俺するとなみたいなすげえキャラクターちゃんと分かってるな。だからそのお兄さんはもう勝手にあれ貧乏神なんだよっつって、その友達にね俺知人に言ってたっぽくて、でそれを話して、そうそうそう、だから階段とねちょっと毛色は違うんですけど、はい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 、これが貧乏神やったら俺初めてっすわ、貧乏神に会った人なるほど、うん、だからその場所に根付いてる何なんだろうね、そうなの、昔そこが例えば神社とかあったとこなのか、どこかから誕生された神様だったのか、そうだから元人ではないですよね。そうですよ。だからそ一般に言われるのは神様が例えば落ちぶれて霊落したりしたら貧乏神になるとか言われてますから。そうね、言われてますから。でその友達は見えてなかったわけです。そうですね。で消えてたし。はい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 。まあ昔です、まあ前にねちょっと聞いたことある話なんですけど、はい、まあ、知り合いぐらいの人っすね。ああ、そんな深い。はいはいはい。で、まあ、こういう話あるんだよ、みたいなんでもらったものが結構ありまして。なるほど。で、まあ、下の名前しか知らないんで、もう、いいです。A 君にしときますね。はい。はい、A 君が、うん、引っ越しをして、はい。で、まあ、住んだ、まあ、マンションみたいなところで、うん、起きた会らしいんですけど、その、引っ越すときにね、うん、まあまあ一人暮らしなんで、はい、で、ちょっとね、なんていうんですか、駅から近くて、うん、まあまあでも、なんというんですかね、お金もそんなにね、なるほど。はいはい、ないんで、うん、まあ、できるだけ安い方がいいと。まあまあまあね、そうでしょう。でも、うん、綺麗な方がいいと。ね、人間は欲張りだからね。欲望がね、あ、ありますから。で、不動産屋とこうね、いろいろお話ししてる間に、はい、あ、一個、駅地下で結構安めのとこがあるんですよ。っていうね、物件案内されて。はい、で、まあ内見行ったんですけど、うん、お、全然いいなと、ワンルームでね。うん、で、出窓みたいなのがあって。あ、いいじゃん。ただ、その出窓を開けると、うん、一車線の、はい、要は裏道とかであるような、一方通行の道路が、はい、こう一本あって、それを、渡るというか、その道路の、うん、向こう側に、線路があるんですよ。ああ。はいはい。道路を挟んで線路があると。うるさそうだ。じゃあ、うるさそうやな。で、その線路を、まあ、越えると大通りがあって、マンションがバーって、みたいな感じで。で、そこ、裏道というか、抜け道になってるかのように、こう、歩道橋がね、その高くない歩道橋がこう、あるわけなんですよ。はい、その線路を越えるように。なるほどね。で、あ、これ多分うるさいし、うん、まあまあね、いろんなこう、裏道というのもあって暗いし、日当たりもそんな良くないから、うん、まあ安いんだっていうね、まあまあ、勝手な認識のもと、住み始めたらしいんです、はい、で、A 君って夜勤だったんですね、仕事が。なるほど。で、昼間寝るんですけど、うん、まあ、帰ってきて夜勤終わって帰って、で、シャワー浴び終わって、うん、で、なんかね、すげえ視線を感じると言いますか、うんうん、何かに見られてる気がすごいするらしいんです。しかも外から。外から？窓から。出窓から。ああ、そういうことか、うん。出窓から何か見られてる感じがすごいすると。もうね、普通にこう出窓見ても別に何もないな。うんうん、何やろうなと思ってて。うん、で、ある時ね、気づいたのが、その歩道橋がね、うん、こうあるって言ったでしょ。はいはい、だ歩道橋から歩いてくる人が、うん、その出窓を見た時に、
ちょうど視線の高さと重なるんですって。そうなんだ。そこまでぴったりじゃないですよ。はいはいはい。だからちょっと下の方から、歩道橋歩いてるから、ちょっと下の方からこう見ると、出窓を見てると、その中にいてる自分が視線を感じるんだってことに気づいたらしいですね。はいはいはい。で、あ、こういうことなんだと思いながら過ごしてて。で、ある時なんですけど、まあ同じようにね、夜勤終えて帰ってきて、で、シャワー浴び終わって、で、タバコ吸おうと思って、出窓のカチャって開けて、で、タバコをね、吸おうと思って、こう、口にタバコ加えて、パッて見たら、歩道橋にね、小学生の男の子、低学年ぐらいの男の子が、ずっとこっち見てるんですって。お昼ぐらいだよね、そうですね。なんで見てんねやろうと思ったら、パッて消えたらしいんですね。あ、え、その子がもう。うん。でも、なんで見てんねやろうと思って、多分目線外したんでしょ。あ、まあまあそうか。その瞬間的にパッて消えたわけじゃないです。はいはい、はい。見いなかったんです。あ、気づいてもいない。はい。で、これで、確実だと思ったんですって。あ、こういう男の子と、小学生の子とかが、ここ通学路で。はい、で、視線を、ね。そう。よう通るから、こう自分の部屋が見られてるんだっていうことを認識したらしいんです。うん、で、あ、こういうことなんだと思いながら、で、数人の友達と夜ね、自分の部屋でちょっと飲み会しようみたいになった時に、うん、普段は、自転車使って、ね、通勤してるらしいんです。うん、で、その、普段は自転車なんで、その歩道橋を渡ったことがなかったんですって。まあまあ、そうですね。でも、まあ、駅地下なんで、その駅まで迎えに行ってね、友人たち、うん、で、まあ、線路を渡るのに踏切じゃなくて、うん、その歩道橋を使って、初めて渡ってきたんです、うんうん。なるほど。そしたら、中にね、仲持ちの一人の女の子が、うん、え、この歩道橋すげえ気持ち悪いね、みたいなこと言うんですって。うん、え、何、うん、いや、ちょっと私、霊感的なものあんだけど、って、この歩道橋やばいよ、って言うんです。歩道橋がやばいんだ。なんか気持ち悪い、うん。マジでってなって。え、どこなの家、つったら。いや、あそこだよ、って。つって、うん。いや、すごいこんな気持ち悪いところのそばじゃん、みたいなこと言うんですって。やだね、なんかね、うん。で、まあまあ気にせず、普通に飲み会が終わって、うん、で、みんな帰った後に、まあ翌朝ですよね、うん。で、気になったんで、ちょっと調べてみたんですって。うん、その歩道橋一体、あ、何か昔、なんかあったのかと、事故があったりとか、うん、なんかね、いろいろ探ってみたんですって。うんうんうん、そしたら、どうやら、その界隈では、有名な、その、電車に向かって飛び降りるスポットだったんですって。その歩道橋が。そこまで高さはないんですけど、うん、ちょうど、急行だ、快速だが、バーって飛んで、飛ばしていく線路なんで、はいはいはい、ちょうど死にやすいっていうのもおかしいですけど、上からボンって、はい、飛び降りちゃえば、ジョーンってなる。きついなぁ、ね。スポットまではいかないですけど、まあ、何回かそういう事件があった。事件があったってことが分かったんです。なるほど。あ、これを子は言ってたんやって、うん、そりゃ出るわな、みたいなことをずっとね、思ってたらしいんですよ。はいはいはい、でですよ、うん、また違う日にね、うん、まあ、夜勤終えて帰ってきて、うん、まあ同じようにルーティンなんで、タバコ吸うわけですよ、寝る前に。で、また出窓で、こう、タバコ吸おうと思ったら、うん、また小学生の子が、またいいの見てるんですって。うんうん、え？と思って、うん。で、今回は、小学生の男の子が、こう、歩いてくるのが見えたんで、うん、前回はパッて消えたんで、はい、もしかしたら、ね、その、オカルト的な思考をすると幽霊なんじゃないかっていうね、なるほど、ちょっと疑問はありつつだったんですけど、うん、今回は登ってくる姿が見えたんで、うん、あ、間違いなく生きてるなと、うんうん。って考えたら、ずっと見てるその小学生の子が気になったんで、はい、つい話しかけてもうたんですって。うん、その窓から。はいはい。ねえっつって。いつも呼びかけたわけね、うん。いつも窓見てるけど、どうしたのっつって、なんかあんのって、ね、聞いてみたら、うん、小学生の子が、なんかちょっとおどおどしながら、うん、あのねつって、うん、別に、その、部屋を見てるとかじゃないんだけど、うん、その、お兄さんがいる窓のところに、ひっついてるおじさん誰って言うんです。怖っ。ってなって。窓にひっついてんの？どういうことっつったら、うん、もうその男の子バーって逃げてこうとしたんで、ちょ、待って、つって、詳しく教えてよ、うんうんうん、と呼び止めて、はい、そしたらその男の子が言うには、うん、その、お兄さんがいてる、その、ちょっと出てる窓のところの、うん、お兄さんじゃない反対の方の窓のところに、うん、体上だけのおじさんがこうやってひっついてんだよ、って言うんですって。うんうんうん、いや、マジかよ、と。うんうん、それ言い終わったら小学生の子は逃げてったんです。
だからその自分の中で勝手に考察しとったじゃないですか、うん、その歩道橋から歩いてくる男の、あの小学生の子たちの視線で部屋を見てられ、見られてるから視線を感じてたと思ったんですけど、実際はおそらくその飛び込んで亡くなった人の破片とかが多分ついてたりもするから安くなってたんです、物件が。いや、まあまあね、あの粉々になってしまうって言いますからね。その肉片だなんかっていうのが飛び散って、うわね、こう張り付いたりしてるから安かったんだっていうことがピンときたらしくて、あ、これはちょっと嫌だなと。だからもうそっからちょっとカーテンをね閉めて、生活しばらくして、もう次の更新までには引っ越す。よく我慢したな、でもね、それはね。ことになったらしいんですけど。はい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 。だからね、あの、皆さんもね、こう、ちょっと安いなとか、うん、ね、たまにあるんですよ。うん。引っ越し考えてるとき。なるほど。そしたら、まあ自分の中だけで解決してね、考察せずに、うん、ちゃんとね、ちょっと調べないと、うん、なるほどね。何かあるかもしれないんで。いや、まあまあ昔あった話なんですけど。ああ、そうなんですね。高校生かな、うんうん、スタンドでバイトしたんですよ。ガソリンスタンド。ああ、はいはい、はい。ガソリンスタンド。友達との一緒に面接行って、うん、何人かと一緒にガソリンスタンドでバイトしてて。はいはい。で、まあ当時なんですけど、うん、20年以上前ですね、ガソリンスタンドでバイトしてて、うん、で、ガソリンよくわかると思うんですけど、はい、僕って目上の人から気に入られるパターン多いじゃないですか。ああ、そうですね。うまい。ですからね、処世術が本当になんです。うまくやるでしょ。で、そのスタンドでも、うん、副店長やったかな、社員のね、はい、5個上の、うん、だから23、4、うん、そうだね、高校生からですよね、はい。の、その男性、うん、まあ、K さん。はい。はい。どうしましょうか。なんで、K にしましょう。あ、なるほど。はい、K さん、K さんという方がいて、はいはいはい、で、K さん、元ヤンなんですよ。ああ、なるほど、そうなんですね。元ヤンでね、うん、で、結構その気に入ってくれて、うん、遊びに来いみたいなノリが結構あったんです。うん、で、K さんっていうのが若干ね、うん、霊感強かったんですよ。おお。それでその時僕は言ってなかったんです。うん、そういう霊感的なものがあるっていうのは言ってないんですけど、向こうがすげえ自分はあるんだよみたいなこと言ってきて、うん、で一緒にね、スタンドでバイトしてても、はい、いらっしゃいませみたいな感じでこうね、うん、立っとるんですよ。あの車が入ってくるまで、うん、はいはいはい、でこう立ってる時にこう歩いてる人ね見て、うわあなんかついてるねあれみたいなこと言うんですよ。わかるんだ。うん、わかる人、ああそうなんですねみたいな、うん、ね、うん、感じで、バイトしてて、うん、でガソリンスタンドでまあガソリン入れたりする以外に洗車っていうね車を洗う業務があるんです。はいはいはい、はい。で車をね、うん、洗車機の中ぶち込んで、うん、出てきた車を二人セットでねバーって拭くんですよ。一人はなんかよくやってますよね、はい。車の車内を掃除機かけて、はいはいはい、で、ま、中から窓拭いてで一人は外をねこう全面的に拭くみたいな。うん、でその K さんと一緒にねその洗車後の車を掃除しとったんですよ。うん、で僕は中からで K さんは外から、ね、でやっぱりね。若いんで、二人とも、はい。ちょっと、ふざけ合う感じなんですよ。ああ、まあまあまあ。だから、そのね、二人同時に、フロントガラスをこう拭いてて、うん、僕は中から変な顔してね。はいはいはい、はい。外から変な顔して、はい。まあまあ、やりましょう。そういうのね。あると思うんですよ、うん。で、よくやってて、で、その時にね、僕がこう、内側の窓をこう拭いてて、うん、で、いつものように外から変な顔しながらね、はいはいはい、Kさんやってきてるんですよ。うん、たら、途中からね、うん、Kさんが、どんどん眉間にね、しわ寄せてきて、うんってやるんですよ。はいはい、指さしてんですよ。うん、はと思って。ケイさん外なんだよね。外です。僕中なんで。はいはい。何言ってんすか、うんうん、何してんのやろと思って。ってやるんですよ。うん。で、うん。なんすかって。うん。分かれへんなと思って。そしたらケイさんが回り込んできて、うん、僕をこう引っ張り出して。あ、出ろってことだったのか。おーおーつって。今、お前がこう、フロントのね、とここう拭いてる、お前のこの辺に、うん、ショートカットの、女性が、うん、もうすごい顔で睨んでたぞって言うんです。いたんだ。車内に。見えたと。見えたと、怖っ。で、マジっすかって、ショートカットの女性、うん、って、いや、心当たりないですよ、僕。って、いや、だからその車内の中にいたんじゃないのみたいな感じで、うんうん。で、まあ、その時は、まあ、車も掃除ね、うん、終わらして、で、終わったんですけど。はい、で、Kさんっていうのが、
初代持ってて若くしてね。ああ、なるほど。はい、奥さんいて、子供もいてるんですよ。あ、そうです。子供がね、結構小さい。うん。お子さんいるのに、うん、なのにもかかわらず頻繁に僕と友達を誘って遊びに行くんです夜中。うーん、で、あの車持ってはってね、うん、で車乗っけてもらってドライブしてとかいうね感じだったんですよ。うん、で、ある時にね、うん、僕気づいたんですけど、はい、必ず車に乗り込んだ時に、うん、香水の匂いするんです。おう、ね、うん、で高校生ながら僕の中で、うん、予想ですよ、はい、浮気した後に僕らを誘って車乗っけて、はいはい、奥さんに対しての理由付け、うん、わかります？はい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 、だからその僕らと一緒にいてるっていうのをわかんないですよ、うん、理由にして後輩と遊んでるっていう名目で、うん、僕らの前に浮気してやってんだろうなと。まあその後ね、まあそう、例えばその後輩と遊べばね、遊んでたらアリバイにもなるからね。そうそう、だからアリバイ作りのために僕ら誘われてんかと思ったら、うん、僕人に駒遣いされるのもすごい嫌いなんで、あで、はい、僕はもうあんま誘いにね乗らなくなったんですよ。そしたらもう一人の友達が今度頻繁に誘われるようになって、一人でね、遊び連れて行かれたんですって。で、ある時にそのもう一人友達に言われて、うん、いやお前なんでこの前来なかったんだよって。うん、何っつって、すげえ怒ってたっつって、うん、いやいや、その、K さんが怒ってたから怖いとかじゃなくてさ、つって、うん、K さんと一緒に車でこうドライブしてたんですって、うん、で、K さんがしきりに、首が痛いんだよなみたいな感じで、うん、こうやってんですって、首が痛いんだよって、うん、どうしたんすか、寝違いですか、うん、どの辺ですかっつって、その K さんのね、首元こうやって見て、いや、この辺がさって、こうね、こう手自分で触ってた手をこう下ろしたら、うん、はいはい、じわーっとね、うん、この指の形でここに青いね青あざ指のこれが浮き出てきたんですって、グッって、で痛いんだよねって、うん、で友達もうわっと思う、うん、勝手に浮き出てきたでと思って、うんうんうん、いやそれ大丈夫ですかこの指の跡、うん、みたいな、うんうん、マジでみたいな、うわーみたいなって、なんだろうみたいなのがあって、すげえ怖かったんだよってね、うん、友達に言われたんですよ。はいはいはい、で、スタンドでね、バイトの時に、その、K さんと会った時に、うん、K さん、コルセット。ああ、はいはいはい。巻いてはったんですよ。ね、うんうん、いや、首がさ、うん、で、僕はその友達に、その、首が痛いっていうのを聞いてたんですけど、うん、あ、まあ、その友達に聞きましたよって、首痛いんすよね、みたいなのが、うん。で、K さんがね、そのコルセット巻いてて、うん、で、こさ、つって。ちょっと気になることあるんだよって言い出して、うん、まあまあお前らとこう、うん、ドライブする前に、はい、俺実はさちょっと浮気相手がいてさ、あ、やっぱそうだったんだって言うんですね、うん、ビンゴやったんですね、うん、当たってた、僕が考えてた、ね、ああ、そうなんですね、うんうんうん、それとその首どう関係あるんですか、うんうん、いやさつってこの前な掃除をしてたんですって、家の掃除を、はい、でたまたま寝室のね、うん、奥さんのそのドレスだっけ、兄弟、あ、ありますね、化粧台みたいなところをこう掃除してる時に、うん、たまたま開いた引き出しの中から、うん、奥さんの日記が出てきたんですって、うん、でその日記の中に書かれてある、うん、まあ、内容っていうのが、はい、奥さんの日々が綴られてるんではなくて、その K さんが浮気してることを気づいてはったんです、奥さんが。うわ、でその K さんに対しての怒りの文章がバー書かれてあったんです、うんうん、やだなそれで、今日も帰ってこなかったんで、あ、そういうことね、でこの前車に乗ったらかすかに香水の匂いがした、うん、絶対女と会ってるみたいなのがこうバーって書かれてて、うんうん、でなおかつ自分が首を痛めて家帰ってきた翌日の日記のところに、うん、ざまあ見ろって書いてあるんですって、ちょっと待てよと思って、うん、その K さんがピンときて、うん、この浮かんできたこれ、うん、指の跡っていうのは、うん、もしかしたら奥さんなんじゃないかと思って、はいはいはい、生き量として、はいはいはい、で僕もあ、なるほどってなって、うん、これ K さんもしかしたら、うん、洗車してる時に
車の中で僕のここにショートカットの女性いたって言ってたでしょっつって、ね、うんうん、あれってもしかして K さんの後ろについてる奥さんの生き量がフロントガラスに反射して見えただけなんじゃないですかっつったら、そうだ、うちの嫁ショートカットだよって言い出して、あ、そこで言う、最初もうパッと見たわけじゃ嫁だとも分かんないから、ね、そうそう、分かれんかってって考えたら、その人の念ってね、いろんなことを起こしてしまうんだなってことを考えると、めちゃくちゃ怖いなと思って、ね、これは怖い話ですね、本当に。本当に怖い話ですよ。まあ、人怖いまではいかないですけど、それに通ずるね、なんか、うん、根の強さというか。ざまあみろと書いてあったってことは、うん、分かってるんですかね。分かってないでしょ。だから首が痛えわーっつってコルセット巻いてる姿を見てざまあ見ろと思ったんですか。本来はというかね、はい、実は自分がそういうのを起こしてるとも知らずに、はい、なんかその結果だけ知ってのざまあ見ろなんだろうけど、はい、知って書いてたらもっと怖いよね。まあまあね、なんでダメ出すの。いや、なんかその意図的に飛ばしててね。はい、だったら余計気持ち悪いなと思って。意図的に飛ばしてたらそのコルセットぐらいで済まないでしょ。あ、もう本当それこそ、あ、なんだろうね、骨折とかね、とかね、行くんじゃないですか。僕が、はい、まあ、昔から世話になってる美容師がいてて、はい、友達でね、うん、美容師になったやつがいてて、うんうん、で、そこに勤めてる、美容師の R ちゃんっていう女性の方がいるんですけど、はい、で、その R ちゃんなんですよ、うん。R ちゃんって言いにくいな。まあ、なんでしょう。まあ、まあ、でも、ほら。まあまあまあ、じゃあ、A さんにしますもん。めんどくさいんで。ね、A さん。違うけど、はい、A さんにしましょう。A さんにします。はい、で、その A さんが、はい、A さんってね、霊感ちょっとあるらしくて。ああ、そうなんですか。で、その、最近というか、あったのが、ちょっと前なんですけど、うん、ヘッドスパをね、僕にしてもらうんですよ。たまに。で、ヘッドスパしてるときに、うん、僕目つぶってね、こう、気持ちいいから、こういう感じで言ってるんですけど、うん、なんかね、女性なのに、みたいな、ちょっとなんか、おかしいんですよ。鼻息が荒いというか。A さんが ?A さんが。もうやってるときに。はいはい、うん。で、俺もね、ここ、目開けんのちょっと失礼じゃないですか。失礼というか、まあ、変じゃないですか。まあね。でもちょっと気になったから、うん、どうしたんですかってこうね、目開けて見てみたんですよ。はい、で、もうマスクしてるんですけど、うん、真っ青になってるのが分かったの。なんでこの目の周りが、うん。そしたら、その A さんが言うにはね、ヘッドスパとか、こう、マッサージとかもそうなんですけど、その何かが悪いものがついていると、うん、その邪気が自分に流れ込んできて体調が悪くなるらしいんですよ。A さんも。で、ヘッドスパをねしてる人、そういう職業の人たちって結構そういうことが多いらしいんですよ。もらってしまう。もらってしまう。で、俺ちょうどねそういう階段の仕事を何本かした後に次の日に行ったんですよ、うん、だからちょうど僕の中に中なのか分かるんですけど、ついてる邪気が頭皮以上に溜まってるものが溜まってるものがね流れてきて死にそうになったんですって、ヘッドスパをこう仕事でしてて死にそうになったの初めてだって言ってて、そんな強かったのかな、じゃあらしいんですよ、っていうぐらいのね子なんですよ、 A さんって例えばで出しましたけど、うんうん、でその A さんが、うん、まあ専門学校卒業して美容師ので、就職してちょっと経ったぐらいの時の話らしいんですけど、聞かせてもらってね、で当時ね休日に友達何人かと鎌倉にね、鎌倉はい、まあ行こうよってなって、で観光で行ってね、でまあまあその日はいろんなところこう見て回ってで帰ってきて、で当時今の旦那さんと同棲をしてたんですって、彼氏彼女でね、付き合ってて同棲してたんですって、はい、で彼はまだ仕事から帰ってきてないと、でまあまあ先に帰ってきたからとりあえずね晩ご飯を作ってみたいな感じで彼を待ってたんですって、で彼が戻ってきてね、で2人でご飯食べてて今日鎌倉楽しかったんだみたいな話をね、こうやってるんですけど、なんか彼氏がねみたいなのしてるんですって、はい、どうしたの、うん、で彼は別にその霊感とかもないんですって、うんうん、ただあ A ちゃんがそういうものを見やすいっていうのは分かってて、うん、でその彼がこうやってキョロキョロしてるから、うん、どうしたのって
聞いたら、あれってこの家こんな隙間風あったっけって言うんですよ。あ、言われてみれば、うん、ちょっと肌寒いというか、うん、なんかね、隙間風イメージ分かりますし、なんかスーッと入ってくるのってね、ちょっとね、うん、そよ風レベルのなんか風がね、こう来るような、うん、でもその隙間風がどこから吹いてるのかが分からないんですよ、うん、でもなぜかちょっとね風が当たってるような気がするんですよ、うん、なんやろうねつって、でそんな古くもないんですって住んでたところが、うん、別にその新しくもないですけど、うん、で今まで隙間風とかもなかったから、はい、なんだろうねっていうので、まあ晩ご飯食べ終わって、うん、で彼氏はずっとね、はぁみたいな、うん、どっから吹いてんねみたいなずっと言ってるんですよ、うんうん、もういいじゃんつってとりあえず、まあまあまあ無視しようってなって、うん、でもねおかしいのが、うん、その A ちゃんが台所でね、うん、洗い物してるでしょ、うん、そしたら今度台所でも隙間風感じるようになったんですって、うーんと思って、うん、でそしたらその頃にはもう彼氏何も言わなくなってるんです、うんうん、隙間風についてテレビ見てハーハーって言うんですって、うん、でちょっと私じゃ あのお風呂入ってくるねっつって、うん、お風呂行ってで湯使ってるでしょ、うん、湯使ってんのに隙間風吹いてるんですって。だけどだってお風呂の外にいて隙間風を感じるでしょ。おかしい、中に入っても感じる、いろいろおかしいでしょ、うん、で湯入ってあったかいのにちょっとも、うん、なんか肌寒いというか、その風がで換気扇こんな強かったかなレベルの、でいよいよおかしいのがトイレに行っても隙間風が吹いてくると、うん、なんだろうね、これはなんだと、うん、あ、私の周りに風が吹いてんじゃないのって思い出したんです。ああ、なるほど。だからさっきもね、ご飯食べてて隙間風感じたってことは、うん、自分の周りにそういう風が吹いてしまっている、なんだろう、こんなこと初めてだわと思って、うんうんうん、で就寝時間になって寝てるじゃないですか、うん、でね、寝ようと思ってもね、なんかその風が気になって、うん、なんかこう風が吹いてるような気がするんですって、うん、自分の周りに、でもまあ今日昼間さんざん歩き回ってきたから、うん、まあすんなりとは寝れたらしいです、ね、で寝れてね、でもねしばらくしたら意識は、ね、パッ目覚めたんですけど目は開かないんですって、うん、であの A ちゃん特有の、 A ちゃんがよく言うてんのが、その金縛りにあった時に、うん、あの目を開けることもできないんですって A ちゃんって、うん、で、あ、これもしかしたら金縛りになる時の前兆だわと感じた、うん、ああこれ金縛りになるなと、うん、でもね A ちゃんは慣れっこなんで、うん、解き方分かってんす金縛り、なるほど、でああこれ飽きた、ああやっぱ動かない、あやっぱ体動かないわと、で、あ、でもこれ完全に固まってから A ちゃんが言うには小指から力を入れ出すと、で順番にこう指に力を入れていき、うん、親指まで力入れることができたらパッて解けるんです、A ちゃんならではの解き方です、そうそう、ね、で、あ、これはいつものように解こうと思って、うん、あ、動かない、で小指からこうね薬指中指人差し指力入れて、うん、で親指の方に力を入れてさあ解けますってなったら何者かにカッて押さえられたんです、うん、腕を、で見えてはないんです目つぶってるんで、うん、でも確かに誰かに腕を掴まれた気がしたんです、うんうん、うわ何これと、うん、解けない上に誰かが私をこう押さえ込んでると、うん、で隣ではいびき聞こえるんですって、うん、彼氏が、ね、寝てるから、うん、そんな何これってなったらめちゃくちゃ怖くなってきて動かない、うん、しかも誰かに抑えられてる、うん、そしたら周りで風がピューおー怖い怖いピューって吹き出すんです、うんうん、めちゃくちゃ怖くて、怖いね、でいつもだったらほどけんのにほどけない、うん、でこれ何なのっつってめちゃくちゃ焦って、うん、でなんとか動こうとするんです、動かないんですって、うん、そしたら今度首をグッと押さえられるんです、おー、そして来た、あ、もう動けない、うん、あ、これ私ダメかもしれない、うん、でもとりあえず助けを求めようと、うん、って声をね振り絞って出そう出そうとするんですって、うん、そしたらそれに気づいたかのようにグーって顔がね、うん、なんかこう近寄ってくる気がしたんです、え、うん、誰かに私覗き込まれてるみたいな、でその状態がしばらく続いたと思ったら、うん、今度ね鼻の頭を何かが触れてるんです、うん、え、なんそれ、で鼻をねこう何かこう触られてる気がしたんです、うんうんうん、で何これすごく気持ちが悪いと思って、うんうん、いやだ、いやこれ何これ何なのこれって思ってた時に彼氏がおいっつって
起こしてくれと。でも、お姉様がさ、ちょっとマジで怖かったと。私、金縛りになって、いつものように解こうとしたんだけど、解けなくて、なんだったら誰かに腕を押さえられた上に、首まで絞められたのっつって。で、最後の方に、鼻をね、まあね、撫でられたの。なんだろうね。何それっつって。夢ならバカじゃないかみたいなね。彼氏は言うわけですけど、何言ってんのっつって。何その鼻触られるって、何それっつって。歯みたいになって。ちょっと、ね、えってなるよね。なって。でも、まあまあ、でも溶けたから。ね、ちょっとまあ、改めて寝ようっつって。寝たわけです。で、翌朝ね、目覚めて。ね、おはようっつって、こう言ったら、彼氏がね、おいおいって言うんですって。うん、何そのテンションです。何なの朝らしい。うざいんだけど、みたいな。鏡見てこいよっつって、お前鼻すげえことなってるからって言うんです。したら、A ちゃんがね、鏡見たんですって。そしたらここの鼻真っ赤になって、でちょっとデカなってるんですって。鼻が腫れて、ここにメンチョってあるんですよ、はいはい、大きいニキビ、はい、よりデカくなんかで、どうぞ出来物みたいになって、鼻がちょっとデカなってるんですって。うわ、天狗みたくなってるね。でこれは何なのってなって、うん、今日仕事だし、はいはい、最悪なんだけど、そりゃそうって、マスクして、その日は仕事行くわけですよ、うん。でね、仕事終わった後、帰りの電車でね、うん、メールで、昨日一緒に行った友達の子にそのね、状況を言ったんですよ。はいはいはい、この昨日の夜中こう、こうこうなって、ね、うん、今私の鼻、真っ赤になって、すげえでかいんだけど、うんうん、しばらくしたら返信が戻ってきて、それさ、うん、天狗じゃない。やっぱさっき俺ポロって言ってしまったけど、それ天狗だよ絶対って言うんですって、うん、何言ってんの天狗だよ、私マジで悩んでんだけどですって、ふざけんなよと思って、まあそうだね、ちょっと腹立ったんですって、うんうん、で何言ってんのって返したんです、うん、そしたらまた返信が来て、うん、いやいやだってねっつって、昨日鎌倉で行った神社の中に建長寺があるでしょって言うんですって。建長寺って、うん、天狗さん祀られてるんですよ。そうなんだ。で、昨日撮った写メ見返してみなって言うんですって、うん、そしたらね、A ちゃんがこう写真をね、携帯で撮った写真をね見返してたら、はい、県庁寺でその友達と一緒に撮った写真があるんですけど、はい、後ろにね、うん、天狗の銅像がこう並んでて、 あ、天狗本当にいると思って、うん、ね、天狗の前で撮ってるんですけど、うん、A ちゃん天狗をねおちゃらけて撮ってるんです。天狗の前でこうふざけてふざけてねみたいな、天狗をバカにするような写真が2枚ぐらい出てきたんですって。天狗怒らしたすごい怒らしくて、いやたまたまかも分かんないですよ。でも、うん、A ちゃん曰く俺にね話してきた時に、ちょっとノブさん、私天狗に襲われそうになったんですけどって話してきていや面白い話だなこれ。こんな天狗にね、はい、もう言い方悪いですけど、もう襲われてるわけじゃないですか。まあそうですね。ね。で、手をね。で、おそらく天狗の鼻でしょ。鼻撫でられてんの。あ、俺、ハウチワみたいのかなと思ったけど、鼻なの。鼻でしょ、多分。それで映したのかな。ね、わかんないんですけど、こんなことが実際にあったって話を聞いたらね。珍しい話だな。話さざるを得ないじゃないですか、そうですね、チャンネルで。なるほど。これね、ちょっと聞いて、すぐに、ちょっとイベントを出る機会があったんで、分割百物語って、ちょめちょめクラブ大島が主催しているイベントで、はいはい、うん、まあちょっと話す予定だったんですけど、はい、ちょっと尺の関係で、ノブさん短めでいけますみたいに言われたんで、うん、で、そこ持って行ってたこの話って、うん、まあある程度端折っては話せるんで、うん、だからその短いバージョンをそのイベントで一回やったんですけど。本当の分割じゃないですか。あら。いや、ですよ、分割でね。フルのやつをじゃあ。そうなんです、今回は完全版で話すか。はい、ちゃんと聞いたままを話そうかな、はい、ぜひぜひお願いします。聞かせていただきます。はい、まあ、A さんとしておきましょう、男性の方なんですけど、うん、まあ、普段ね、力仕事系の仕事をしてて、うん、で、まあ、朝早く夜は早く寝るみたいな生活で、うん、あまりねその寝る以外は家に帰ってこないと。ああ、忙しかった。で、忙しいプラスあと洗濯機もね、
自分家に置かずコインランドリーでまとめてするような男性一人暮らしの人がよくやるパターンなんですけど、そういう感じなんで、もうとりあえずその家帰ってくるのはもう寝るだけと、そういう生活なんで、引っ越した場所っていうのがマンションで、まあ入った部屋がね101号室だったんですって、はい、で101号室なんで、こうマンションのエントランスもそんななくて、もう入り口があってすぐドアがあるような形ですね、で、こうマンションの入り口のちょっともうすぐ横にベランダがあって、はい、何やったらそう入れるような感じになってて、まあその入れないようになってますけど、はいはい、で101があって102があって向かいにもこうあるような、だから入り口がこうあったらこっちにこうベランダがあるという感じですね、はい、そういう作りのマンションだったらしいです、はい、で101なんでね、はい、ちょっとねそこを住み出してから気になることがあって、うん、まあ、寝るだけの生活なんで、うん、昼も別にねもう外出てるんで関係ないですけど、うん、たまにないですか、マンションの入り口に自動販売機あるマンション、うん、ああ全然ありますよ、あるでしょ、わかりますよ、入り口に、ああ、ありますね、そのマンションの管理人が使ってるとか、ね、多分置いてるでしょ、ね、2台ぐらい置いてあってる、そう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 、ね、でさっき言いましたよね、うん、101で入り口のすぐ、はいはいはい、近くね、近くにもうベランダがある、うん、はいはい、寝てるでしょ夜中、うん、夜中寝てて、うん、ちょうど気持ちいい感じで寝てて、寝れた時に限って、はいはいはい、ゴトあロボット誰か買ってるよと腹立つでしょ、まあそうか、そうね、結構で結構響くんですって、ゴトッ、まあ、夜だとそうかもしれない、うん、で500ミリとか買われた日にはゴトッつって音がして、音がして、はいはい、と思ってまたかあみたいな、でもね眠たいから、うん、体力仕事してきてるから、うん、もうすぐ寝れるんですって、うん、だから目も開けずに、うん、もうそのまままた寝れると、でそういう生活がこう続いたらしいんです、うん、である時にね、また夜中ですよ、こう寝ててゴトッって音が鳴って、うん、いやまたかよと、うん、で今までだったらそのゴトッっていうね音が聞こえてもすぐまた寝れてたのに、はいはい、その日に限ってあれいつもやったら寝れんのに寝られへんぞ、うん、でもまぶたは閉じてるぞ、はい、なんだこれ、うん、って思ってたら、うん、ちょっと肌寒いんですって、うん、なんかちょっと寒くなってきたな、うん、なんかこの寒いのみたいな、うん、でちょっとそう思いながらもそのまま寝れたんですって、うん、よかったなっつって、はい、でなんか昨日もちょっとおかしかったなみたいな形でね、うん、でそのゴトっていうことはうるさいなっていう生活です、はい、である時なんですけど、うん、マンションにね自分が戻ってきた時に、うん、たまたまその自動販売機でジュースを買ってる男性がいたんです、はい、であれこの人どっかで、あ、向かいに住んでる人だと、ああだから要するに自分が101なんで、はい、この廊下を挟んで向かい側に住んでる男性の人だったんです、はいはい、で何回か挨拶したことあったんで、うん、その時もあどうもこんにちはみたいな、でその自動販売機の音がうるさいことを共有してくれると思ってね、はい、その人も近いから、ね、からあれいつも、はいはい、で世間話の流れでね、はいはいはい、これ自動販売機夜中に住人の人買ったりとか、うん、なんかねこの辺の近所の人が買った時、うん、いやあれうるさいっすよね、うん、みたいな感じでちょっと言ったら思いっきり睨まれたんですって、うん、気に睨まれて、うん、そのまま挨拶せずにバタンって部屋戻ってったんですって、なんだろうね、でしょ、うん、んで A さんはこれもしかして夜中に買ってんのこの人やったんちゃうかなってちょっと罪悪感で、なるほど、わ申し訳ないことした、あ、ね、はい、そのまさかね、はい、言われると僕ですけど、はい、言われると思ってないから、はいはい、いやちょっと待ってよっつって戻ってったんだと思ったんですって、はいはい、ああなんか申し訳ないことした、気まずいなみたいなありますよね。でまた別の日です。別の日にね、今度はずっとね、昼間忙しかったんですけど、うんうん、たまたまそのマンションに引っ越してきて初めての連休やったんですって。ほう、2連休。はいはい、でそれまで忙しかったんでずっと買いだめてきた漫画をその日に一気読みしようと思って、うんうん、あ、まあまあそういう過ごし方はあるよね。ね、たまにね、うん、男性一人暮らしだったらね、はい、もうめちゃくちゃいい時間じゃないですか、うん、夜更かしして、うんうん、限界まで読んじゃう、はい、でその日はもうね夜中こうずっと漫画読んでて、うん、もう時間も忘れるぐらいもう没頭して、うん、でふと気がついたらもう真夜中だったんですよ、うん、あれ
そういえば起きてる今の状態やと自販機の音聞こえへんなと思ってます、はいはい、いつもやったらこの時間って寝てるから、はい、大体自分の中の体内時計ですけど、うん、これぐらいの時間になったら音がする、うん、音がするのに、うん、しないな、うん、なんだったら自分が起きてるこの間、うん、ちょっとその夜になったからもうずっと起きてるわけじゃないですか、うんうん、部屋にいてるわけだからその間に自販機の音一個もせえへんぞってなったんですよ、うん、なんで寝てる時に限ってゴトってあんな音響く、あでも夜中やからかなみたいなね、うん、自分の中でこういろいろと考えながら夜はどんどん更けていく、うん、でねしばらくしてこうね漫画をこうまあとりあえずね途中ですけど一回休憩しようと思って、うん、で漫画を置いてまあとりあえずねあのぼーっとしてたらっていうね、はい、説明がつかないうなり声というか。うん、うなり声ともちょっと違うって言ってましたけど、うん、みたいな、うん、なんか声が聞こえるっつって気持ち悪いね何この音、うん、ちょっと気持ち悪いでも霊感も全くないんで、うんうん、の音も気にせずに、うん、何やろこの音って、うん、もうしばらく続くんですよ、うん、でも霊感はないんで別に怖くないんですよ、うん、別に何の音、うん、もうあのね下手したら、やなりのパターンもあるじゃないですか。うん、パキッとかの流れで、どっかのね、あの101なんで、うん、その1階なんで、はいはい、なんかね、ちょっとね、湿度とかの関係とかで、木造のね、マンションね、だったり、そういうパターンもあるから、うん、全然気にしなかったと、うん。で、まあ、ここまで起きてたから、もういいやと。うん、朝まで過ごしちゃおう、うん。そのままオールしたんです、一人で。うん、まあ、連休だからね、うん。全然いいやと思う。で普段あのコインランドリーで洗濯して乾燥もかけてくるから、あまりカーテンを開けてその換気もする生活じゃないんですよ、はい、A さんは。でせっかく朝まで起きてるから一発朝の空気吸おうと思って普段開けないカーテンを朝にバッて開けてですね、そしたらあの1階に住んだことある人って分かると思うんですけど結露するんですよ1階って。そのベランダ開けるための冊子が結露してて、で水滴がねこう冊子のところについたりとかねあるんですって。でわーって曇ってて、いや暖房つけてたからこうわーって曇ってて、でこう落書きできるじゃないですか。ああ分かりますよ。これがね落書きされたかのようにくっきりそこに人型が映ってたんです。気持ち悪い。何これ。えっと思ったら夜中のうなり声が自分の頭の中にフラッシュバックしてきて、何これうなり声聞こえてたし、いや人型やん、これ不審者が気持ち悪い見てたとか思ったらめちゃくちゃ怖くなってきて、これやばいどうしようどこに連絡しようかなって警察。いやでも男の一人暮らしだし警察がそんな女の子だったらまだ分かる、そこで乗ってくれんのちゃうかと思ったら管理会社に連絡を一旦しようと。マンションなんで、なるほど、管理会社あるから、で管理会社に連絡してみて、こうこうこうでつって、で夜中にうなり声が聞こえて、なんだったら朝起きたら、その自分のねあのベランダのカーテン開けてみたら人型のね、なんかこう張り付いてたような形でなんかね人型があったんですよ、気持ち悪かったんですよみたいな連絡したら、ああそうですか、そっけないんですって、えっと思って、いやこんなにね必死に伝えて困ってんのに、なんでこんなそっけないんやと思ったら、と話は変わるんですけどって言われて、いやいや変えないでほしいけど、なんですか、あの丸丸さんちょっとその他の住人の方から苦情がありまして、ほう、なんです、うん、あの他の住人の方が、あのちょっと情報を提供してこられまして、あの丸丸さんなんですけども、まあ、A さんね、A さんなんですけども、夜中に下にある自動販売機でジュースを買い、そのジュースを玄関中に撒き散らかしてるんですよ。えっ、ってやってんですって、うん、A さんが、いや僕は朝生活する、朝起きて仕事行く生活なんで、夜中寝てますから、いや、A さん申し訳ないんですけど、そういう苦情があってから監視カメラつけたんですよって。監視カメラに映ってんの間違いなくあなたなんですよ。どういうことそれ。
めちゃくちゃ気持ち悪くないですか。気持ち悪い、意味わかんない。 A さんがジュース買って、うん、そこに撒き散らかしてる映像が監視カメラに毎日映ってるんですよ、うん、何それ。で、いや、俺みたいになって、あるでしょ、もちろん、みたいになって、あ、そうですかって、もうその自分が相談した内容も、うん、もうね、解決できずに、もうそのまま電話切るしかなくなって、ね、切った後にちょっとずつ整理していったんです、うんうんうん、で自分の中で整理していったら、はい、まあね、夜中、うん、ゴトって音が聞こえて、はい、目覚めるでしょ、はいはい、で自分が起きてた時はゴトっていう音は聞こえなかったんです。だから聞こえないんですよ、部屋にいても、はあ、基本的にはゴトって音、うん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 、だから無有病かわからないですよ、うん、無有病かわからないですけど、自分が寝ぼけた状態でジュースを買ってるから、近くやからゴトっていう音が聞こえるじゃないですか、自分で買ってるから。ああ、そう、ね、ゴトっていう音で一瞬意識が戻るんですよ、うん、で肌寒いって言ったでしょ、ある時、うんうん、その時ちょっと意識残ったんでしょうね、外やから寒いんですよ、肌寒いんですよ、うん、あ、俺やと思って、気持ち悪いな、それ、何これ、俺病気みたいな、うんうん、そうなるね、何これ無有病だよみたいになって、うんうん、ちょっと不安になってきて、うん、で霊感ないって言ったじゃないですか、はいはいはい、だからあのそれまでは全然そういうオカルト的な思考にならなかったんですけど、うん、だとしたら、うん、この人型とうなり声は何なんやっていうのをリンクさせようと思ってきたら、だんだんオカルト的な思考になってきて、うん、調べようって思ったんですよ、うんうんうん、もしかしたら事故物件なんじゃないの、うんうんうん、でそこのマンションをね入れて、住所も入れて、ね、うん、事故物件みたいな調べたら何も出ないんですって、うん、まあ、よかった、うん、別にこのマンション自体で人は亡くなってない、よかった、うん、でも待てよ、うん、このマンションが建つ前にもしかして何かあった場所なんじゃないかっていうので、うんうん、年代を入れて遡ってったんですって、うんうんうん、そしたらそのマンションが建つ前にそこにあった民家が火事で亡くなって人死んでんですよ、だからそれを発覚したってことはちょっと辻褄が合ってくるんですよ、うん、あの火事で亡くなった方なんで、うん、喉の渇きを潤してほしいから、はいはい、その A さんを、うん、もうその駆り立てるようにして、駆り立てるようにして水分をかわして、それをベランダとかそのここにこう撒き散らかさせてたって考えたらめちゃくちゃ怖くない、気持ち悪いね、なんか何これってなって、うん、でそうなってきたら、うん、あの向かいの人、向かいに住んでた人に話しかけた時に、あれうるさいっすよね、いやお前やでっていうリアクションなんですよ、なるほどなるほど、お前やあれって、何言ってんだってことなんだ、ね、こいつなんなん、頭気持ち悪い、いやそれはね黙ったまま帰るじゃないですか、そうですよ、いやあなたですけど、なんなん、もう通じないってことな、全部こうリンクしてったら、あ、ここ住んでたあかんわってなって、もうその更新前にお金を貯めて出たらしいんですよ、はいはい、これちょっと毛色が違う、これは何ですか ね話でしょ、はいはい、これちょっとね、はしょりつつなんですけど、はい、イベントで話して、うん、もうせっかくなんでちょっと完全版という形でお届けさせていただいたんです、だからそこで昔あった出来事、うん、だからまあいわゆるそこの土地地縛霊みたいなもんなのかな、それが だと思います、ね、映画で残影ってあるんですけど、はい、その土地に昔、うん、遥か昔に亡くなった方の念がそこに残り続けることによって、うん、そこにできた新しい建物内でも幽霊が出てくることがね、はい、だからそこのもう土地にもう、はいはい、根付いてしまって、建物はもうなくても、なくてもそこであった出来事というかね、だからそのエリアでなくなったんでしょうね、あーって燃えて、あーってもう喉が渇いて、たぶんなってきたんでしょう、ポカリ飲みたいってなって、なんで銘柄指定してくるの、水でええやん、水飲め